東京は午後3時過ぎから闇に包まれ、新宿方面ではところによりでっかい火花が上がるでしょう。じゃあ皆さん、素敵な一日を。東京は午後3時過ぎから闇に包まれ、半年前核燃料再処理施設からプルトニウムが強奪された。犯人は現場にメッセージを残していった。アルファベットで VON。 世界から弾き出された、途方もなく細い針の上にいた。全て予定通りか。想定外が一つ。三島梨沙。私あの時逃げ出せるんじゃないかと思ったの。この世界の外へ連れてってくれるんじゃないかって。あいつらは弱かった、だから死んだ。俺たちも弱かった、だから助けられなかった。今の俺たちは違う。生まれてから死ぬまで何ができる。爆弾犯の謎かけを考えてみたんだが、こいつらは本気でこの国に戦いを挑む気らしい。無能な人間は口出さなくていいから。ほっといても死ぬだろうけど、助けることもできるよ。燃え盛る炎の中からね。あんたを捕まえられるのは私だけ。このままそこで死ぬか、共犯者になるか、お前が選べ。この世界をみんな壊しちゃうの。